はい、本日はですね、星野リゾートトマムに来てみました。ここはキリンの湯っていう露天風呂がとっても素晴らしくて、もう来たの5回目ぐらいになるんですけども、はい、こちらがフロントにロビーになっています。で、中庭のようなものがあって、夏の間はここで花火とか打ち上げたりして、こちら側がラウンジになっておりまして、チェックイン後にですね、8時ぐらいまでフリードリンクのサービスが提供されていたりします。で、前方に見えるタワーは、リゾナールトマムになっていて、あちらの方がね、お高い、宿になっていますね。こちらの、ザ・タワーの方は比較的、リーズナブルに泊まることができる星野リゾートとなっています。で、タワー1と2って分かれているんですけど、今回私は1の方に滞在したんですが、37階建ての、タワーが2棟建っているというような感じですね。今日なんかはお客さんも非常に多くて、満室だったんですけども、土日はやっぱり混むみたいですね。ただし平日はかなりガラガラのようでして、客室も非常に多いので、かなりキャパがある、トマムって本当それ以外何もないので、ここだけを楽しみに来る、リゾートっていう感じだと思います。で、客室フロアは、こんな感じになっています。やばい、野菜なくなっちゃったね。野菜がなくなっちゃったから入れないとね。休憩ね。こちらが
南なビーチと言いまして、プールと温泉がございます。こちらにあるキリンの湯という温泉が、まあ、非常に素晴らしいので、ちょっとですね、中は撮れませんでしたが、ぜひお越しいただきたいと強く思う場所ですね。もうね、半端ない広さでして泳げますね、完全に。で、このですね、まあ、今日はちょっと月明かりがこのように、かなり明るいですので、なかなか見れないんですが、非常に綺麗な星もですね、満天の星が眺められます。南なビーチのキリンの湯です。このように、まあ、南なビーチの中はですね、まあ、こちら側にですねお風呂があるんですけども、まあ、メインは全天候型のプール。このようにビーチのあるようなプールになっております。おはようございます。翌朝になりまして、我々の客室からトマムのこちらスキー場方面ですね、雲海テラスなどがある方面を眺めております。まあ、残念ながら雲海テラスに行くゴンドラの営業が、もう終わってしまっているということで、山頂からは見えませんでしたが、もうこの客室からですね、まあ、やや雲海的な、早朝には、まあ、雲みたいな雲海みたいなものがこの、この高層タワーの、まあ、中間ぐらいにこうベタッと横たわっているような景色は見ることができたので、まあ、雲海見れたかなってことにします。で、今前方に見えているタワーがタワー2の方でして、まあ、こちらの1ともう一方の2ということで、2つが並んで立っているといった形になっています。非常に青空も綺麗で、天候に恵まれた朝になっております。こちらがスキー場とか昨日の南なビーチがある方面です。はい、こちらは、ニニニプリという、朝食会場ですね。ビュッフェ朝食会場になっています。夜はディナーもこちらでビュッフェ形式で提供されています。まあ、この非常にガラス張りで広くてね、食事も美味しかったです。コタールストリート、ちょうどモミジが綺麗ですね。ここはお散歩するのに最適ですね。寒いんですけど、でもね、湿度もね、カラッとしててね、非常にいいですね。ここが、トマムザタワーのですね、星野リゾートのホタルストリート
ということで、まあ、夏には本当にねホタルも見えて、そこに、小川がせせらんでおりまして、ホタルの鑑賞会なども催されているようです。ああ、ここもここをナイスショットゾーン。前に広がっている牧草地ですね。芝生とゴルフ場とかもあるみたいですね。若干見えづらいですが、遠くに牛さんも結構います。いやー、あったかい。